must learn. ではいよいよフリースタイルでドラムポップをビートに乗せてやってみましょう。しかし両手ともに同じクオリティでドラムポップができるようになることが条件です。ドラムポップは裏拍、しかし左右を切り替えるタイミングは表拍なので気をつけましょう。8分音符、16分音符を使い分けて自由にやることが大事です。ではここで縦のチャンネルフェーダーを組み合わせてやっていきます。最初に8カウントの3で前の音をクロスフェーダーで入れ、後ろの音は縦フェーダーで切ります。続いて5で前の音を縦フェーダーでフォワードスクラッチ、後ろの音をクロスフェーダーで切ります。そして同じ動きでカウント2と4のアクションに変えてみましょう。さらに同じ動きで1拍に2回ずつ行います。16分音符の速さなので素早いクロスフェーダーと縦フェーダーの持ち替えがキーポイントになります。慣れてきたなら少し間を詰めてやってみましょう。さらに間を詰めて連続でやってみます。スネアドラムで行うことも可能です。左右のターンテーブルを使ってトリックミキシングとしてやってみましょう。